なんかの天皇陛下の即位の式典の時の記事ですけども秋篠、はい、のご夫妻がなんかその式典とかでもやらかしたって形で2019年の12月のまあテーミスの記事って形で秋篠宮がねいろいろとまあその評判がまあ悪かったってことがえ書かれていて、うん、えまあ4回に分けて行われた共演の儀とか即位のパレードとか、まあ、そういったまあ関連儀式とかでパレードのまあ車中とかでもね まあ祝福するような顔じゃなかったとか、青木さん様といったら、天皇陛下の即位の儀式とかで行われる大乗祭についてね、はい、ま国費でやるのはどうかって形で、まあ、その税金は扱うなみたいな感じで、まあ、苦言を呈した会見とかも、えー、ありましたけれども、うん、まあしかもこの発言の前に、この宮内庁に問題提起をしたのに、 宮内中がこの聞く耳をまあ持たたなかっいっ形で自分の主張がまあ正しいからって形でまあ誕生日会見でまあ発言をしたんですけども、うん、こういった儀式っていうのはこの税金とかでやることがまあ政府の考えでまあ決まっててね、はい、まあ予算とかも出てるのにだからまあその政府にもこの口を出したことになるって形で <laughs> まあさらに政権単位の時とかには誕生日会見とかでは 特例法で上皇様が戦前単位が決まったわけですけども、うん、これはあくまでも一代限りとしてまあ決まったわけ形ではい、はい、それなのにこれも青木さんまもね誕生日会見で兄がこの80歳の時に、えー、私は70代半ばなんで、まあ、それからまあ即位はまあできないみたいな感じで語ったって形で言ってましたねまあつまり一代限りじゃなくて、まあ、私が即位するようになってもまあ あ即位は辞退するんでって形で <laughs> まあこれがその講師になることが決まった後の発言って形で <laughs> やっぱまあその即位する気がまあなかったのかっていうことで被災者様に関しては自分のことじゃないからね紀子さまに任しておこうって形でまあ考えてるのかもわからないですけどもそれでこの天皇陛下の即位の儀式が終わって共演の儀で紀子さまの振る舞いね 熊の声が上が上っったって形で、うんえー、4回にわたってこの行われた祝賀の儀の最後だね各国の駐日大使夫妻とか各界のまあ代表とか691名が参加して別<う>宿形式で行われたんですけども、うん、そこでこの紀子様はまはあ、大おむねの大使夫妻ばかりまあ話そうって形で。 まあ必死っそれでまあそのアフリカ大使夫妻とかからはその不満の声が出てたって形でねでまあその紀子様がまあその話しかけられてるんだったらまあ別に不満の声とかも上がらないんでしょうけどもまあその紀子様からこの一方的にえー欧米の大使とかにまあ声をかけまくってまあナンパしてる状態って形でまあこの姿にこれはねちょっとまあさすがに海外の王室を怒らせてしまうっていうことでえそれをまあ見ていた女性皇族がまあその気を使ってね 紀子様にまに注意をして相手方の話をもう少しまあ聞いて差し上げたらどうですかって形でえ支えたるうですけどもただまあそれでも紀子さまはあの聞く耳を持たずにえ欧米の大使にまあその猛烈に抱っこをしまくったって形で紀子様がこの欧米の大使夫妻に積極的にまあ声かけをしていたのはまあこの眞子さんと佳子様まのね相手にふさわしいプリンスがいないかって形でまあそれをまあ探してたんじゃないかって形で。探しのために この691名が参列をしていて、列食パーティーなんで、まあ、そこでまあその天皇皇后皇陛下とか、当然、秋篠宮ご夫妻とかにも挨拶をしようという形の人たちとかは、たくさんいたんちゃうかという形で、うん、1>, 1人1分まあ持ち時間として話をしたとしても、まあ、10時間以上かかるという形なので、ひと、はいはい、言、二言、足し合るだけでまあ当たり前という状況で、紀子さまはずっと自分から話しかけに行ったという形で <laughs> 空気読めようという感じですねね <laughs> そうです、ね、だからまあこの行動がね。 まあいかかか異常かってことが分かりますけども<う>天皇皇后両陛下とかに会いたい人っていうのはたくさんいるんでしょうけどもシマ県に会いたい大使とかっていうのはそのアフリカとか南米とかねまあそういったこのお金とかが絡んでくるようなまあ勲章とかまあそういったことの混み合った話とかがいっぱいあるだろうから任務とかであるんちゃうかってところでまあそれなのにこの貴子様はナンパばかりねしていて。 まあ相手はしなかったって形で、えーまあ、ちなみにこの2019年の11月にはこの日本でこのラグビーのワールドカップが開催されていて<う>、えー、アクシ篠様がねこの日本ラグビー協会の名誉総裁って形の立場で、うんえー、11月2日にはこのイギリスのヘンリー王子が来日をして南アフリカとイングランドの戦いを観戦するために単身で来日いて形で、うん、まあそこにまあそのア秋篠ご夫妻とかも一緒にまあ観戦をしたって形でいいこのアクシ篠様に関しては名誉総裁だから分かりますけどもーコース様は特にまあ関係なくまあ参加って形で。 っって形でただまあそのここに彼女のメーガン妃とかが来ていたらまあ別ですけども、うん、まあヘンリー王子がまあ一人で乱立していてアクションガム夫妻と一緒にまあ試合を観戦って形で、うん、まあその辺はね観戦の,の邪魔になっちゃうかみたいな感じであ<ー> <laughs> まあそしてこのイングランドに点が入った時にヘンリー王子が。 まあ、ハイタッチをね求めたようですけどもャン様はこのハイタッチに応じなかったって形で<え>ハイタッチと思わずにこの単にね手を挙げて喜んでるだけかなって形であ<ー>、まあ、そういう形で思ったんかは分かんないですけども無視した形になってしまったんですねそうですねだからこういったちょっとした、まあ、マナーとかも分かんないというか脇越、うんまあ、様とかいるわけだから、まあ、どちらかがね けど言ってたら、まあ、対応とかできちゃうんでしょうけども。はい。マークションご夫はね、両方もこういったマナーを、まあ、知らなかったという形で。うん。まあ、この相手がね、ヘンリー王子だったから、まあ、その、そこまでね、大きな問題にはならなかったんでしょうけども。ああ。問題児だし。<laughs> そうですね。マークションは今日、この、外交とかに出したらね。<laughs> 何をしてかすか、わからないという形で。はい。この頃、ちゃんちょっと、まあ、その小室家とかも、留学中で、ほとんど、まあ、報道がなくて。 牧師、まあのご夫妻とかもこの娘とはそのことについてまあ話をしてないんでって形でこの時はこの宮内庁とかも白紙の状態って形で受け止めたようですけども、うん、結局まあ結婚までしてしまったって形で,です、ね、ちなみにこの小室圭に関してはまあその今はね 朝まあ出勤してるみたいですけども大体、ま、9時過ぎぐらいに出勤って形で、うん、いつもなんかその楽しそうにまあ鼻歌を歌いながらまあ歩いてるって形でこの11日はこの珍しくね、まあ、緊張した感じだったって形で、うん、一番ロイターの報道では11日にまあ正式な弁護士登録って形で言われてましたけども小室圭の元にはね一応その正式に弁護士登録の日程とかが。 ま届いいてるのかも分かももらないですけどサンドラとかもね、彼はその日本の大学で法学部を出てないし、うん、まあ事務所関係者とかも彼の能力には疑問を抱いているという形ではい、はい、え書かれていましたけども、優秀とは思ってないですね。まあ今はね、この忙しい日々を送ってるみたいですけども、まあ、これからがまあ正念場だろうということで、うん、家庭の方とかでもね、まあ、小室圭は忙しいみたいで、まあ、買い物とかもこの小室圭がまあ担当していて、はい、まあ自宅からこの30分ほどの日系スーパーでもね、 小物系は見かけるって形で、よく見かけるって形で言われていて、遠いですね、そうですね、まあ、自宅から30分の、まあ、日系スーパーって形で、うん、小室圭だったら別にね、まあ、現地のスーパーとかでも良さそうですけども、はいはい、もしかしたらこのマ子さんがね、まあ、日本食がいいって形で言って、まあ、そこまでね、まあに行されてるのかも分からないですけども、<laughs> あまあ電車で30分だからね、まあ、結構な距離かなって形で。電車で30分ですか そうですね遠いっすねめっちゃ <laughs>、まあ、そう,いう買い物するのにこの自宅から電車に乗ってまあ30分っていうところでめんどくさい、まあ、かなり異常かなっていう形で、うん、まあこの眞子、ま、さんがずっとねこの自宅に引きこもってるみたいですけども、はい、あまりね自宅に引きこもるんだったらあまりニューヨークにいる必要もないかなっていう形で <laughs> あ、まあ、この件もまあできる限りこの在宅勤務でってことですけども、はい、弁護士の仕事が多忙だみたいな感じで変えてみたいとか、うん、まあ在宅勤務みたいな感じで変えてみたいとかねこれの設定もよくわかんないですけどもまあです、ね、ただまあその中でこの。 この小室川さんがスーツケースを送って動き出したって形で書かれていて<ー>まあこの小室家に関してはね、まあ、このいくら持ってるのかが謎ですけども、うん、まあ元婚約者に対しては400万円の留学費用を出してもらった時っていうのはお金がないはずやのに、まあ、そこかこの授業料とかまあ留学費用とかが1900万円のね、まあ、フォーダム大学へ行けるという形でちなみにこの小室川さんに関してはすでにこのパスポートとかを 取得しててててるっ形で報じられいこの自宅からこの小室会んの気配とかはまあ消えているって形でもうなんか答弁したんちゃうかって形ではありますけどもすでにそうですね。えー、でまあその確かに家からね出てこなくてもこのウーバイスとかそういったので、まあ、自宅にね、まあ、いいのかどうかとか、まあ、それがなんとなく分かるんでしょうけれどももしこの眞子さんが妊娠をしているんだったら、まあ、小室会んが、ね、強力な戦力になるだろうってことでお<う>小室会とかもま,あまだ混んだしね この会社に、まあ、買い物とかしてもらった方が助かるだろうしね。<laughs> 強行奴隷したのかなって形で。<laughs> まあ、ちなみに、この小室君に関しては、この小室会社のこととかを。 まあ、お母様って形で呼んでるみたいですけどもああ金持ちの <laughs> しかもこの成人してからも最寄りの駅まで並んでねそれでまあそのハグとかをしたりとか、うんまあ、マザコンのレベルを結構超えてるかなって形でなかなかしないですけどねそうですね、まあ、この小室圭の女友達とかも全てねハグしてたって形で、うん、結婚するんだったらまあ誰がいいとか、まあ、そういった話とかもしてたって形で<ー>あれのこの有名な中華料理屋の まあ社長令嬢とかにもね、あの子いいんじゃないのって形で、勧、まあ、めたりとかもしてたって形で、はいでまあ、その元婚約者にこのお金を出してもらって留学する時も、空港とかでこの小室川さんからまあコンドームね渡されたりとかして、<laughs> 普通にこのトランクとかにしまってたって形で、<laughs> まあこの時もこの眞子さんとはまあ付き合ってたんでしょうけども、まあ、どういうつもりなのかなって形で、なかなかない関係ですけどね、男の子とお母さんで、そうですね、まあ、こここのの小室母さんに関してはこれまでこの1年間ね。 飛び出しなかったことの方が不思議ちゃうかっていう形でいうことが書かれてましたけどもそれよりもこのゴムの母さんに関しては刑事告発をされてそのパスポートを取れるのも不思議だし誰がね面倒見るのかなって形ではありますけどもちなみにこのねこの間のこのアクシン豪裁とまあ久しさまが在 i のまの海外重視力士領に行かれたことも書かれていてこのアクシこさは自分のスマホとかのカメラで久しさまを撮影とかをしてたって形でここでの久しさまの言葉っていうのが まあ少し前の歴史ですが、まあ、結構資料が残ってないんですねって形でねちょっとまあ謎の言葉をまあ質問していて確かによくわからない <laughs> 少し前の歴史って言葉がね、まあ、謎だし、うん、まあ歴史が浅いから資料が少ないですねって形で言ってるんだったらまあそのディスってるみたいな,なんか <laughs> もっと残しとけよみたいな <laughs> だからまあその歴史が浅いのに資料が残してないみたいな感じで、まあ、確かに、ね、ディスってる感じでも聞こえますけどもこれでは確かにこの現代の心のテストとかね 赤点レベルって形で報道されてもおかしくないかなって形で別にこのテストのセンスをね、まあ、見なくてもこの感想を見ただけでも赤点レベルかなって形で、まあ、想像できますけども <laughs>、うん、ただまあその今回の公務に関しては何でね佳子様と一緒に行かなかったのかっていう形でこの久しさまに関してはこの学校が始まってるはずだし まあ東京大学を目指すんだったら、まあ、久ともの、ね、目指そうとしているジャンルとは全然関係ないし、うん、全然関係ないジャンルの、まあ、資料館だったしね学校とか、まあ、休むにしてもまあ勉強しろよという形でまあ、ね、まあこのマコ帆さんに関してはこの2019年に南米とかボリビアとかを訪問していて佳子、まあ、さんはこのマコ帆さんのまあ公務とかをいろいろとまあ引き継いだりとかしているんで、うん、今回の公務とかも佳子さまと行かれた方が 良かったんちゃうかって形で、<ー>やっぱりその過去様はさま意図的にね、アクションご夫妻との関係とかを、まあ、避けてるんだろうって形で、そうですね。まあ実際に一緒にまあ出席されてるはずやのに、その公務とかでもね、まあ、ベースベースの車って形で、うん、車3台で向かわれてるからね、まあそのアクションご夫妻もまあ中が悪いのが伝わってくるって形で、はいはい。まあそれがましてねこの一緒に。 ホームとかはできる関係なんでしょうけども。うん、ちなまあその昨年はね。佳子さとかはまあ、その司会との交際報道が出てから一切この私的な外出がなかったって形で<い>ま。それでこのアクシマョクといたら、まあその昨年ね。改修工事が終わってまあ、昨年のうちにまあ引っ越しが終了するって形で。 言佳子さまはその合格居所にまあ住まれたままって形で<ー>だからまあ本来この合格居所が事務所スペースになるはずが佳子さまがずっとね住み続けてるって形でなんかまあ使えないって形であなるほどつまり合格居所で佳子さまは一人暮らしをしてるって形で<へー> <laughs> いくらまあ仲が悪いにしてもまあ国民の税金だってことをねあ分かってもらいたいって形で、ね、真面目にこの将来ね 女性宮家ができたら結婚されるかどうかにかかわらず佳子さまあ、様が宮家の当主になられますって形で書かれてましたけどもはい、はい、それはまあ一応その立憲民主党が訴えている、ねまあ、年齢重っいう形の意見なんでしょうけども、うん、あまあ一応まあその女性宮家ができたとしても佳子さまが当主で、まあ、愛子さ、ね、まが、あ、女性宮家じゃなくて皇太子って形であれば分、ねまあ、かりますけども、うん、まあそもそもこの女性宮家ができてもこの女性皇族は強制的にこの女性宮家では あなくておそららくまあ選択とかは与えられるだろうからそうなったらね佳子さまとか工作維持する可能性の方がまあ高いんじゃないかなって形でそうです、ねまあ、そうしてもまあその結局はね両方とも使うっていうことで悪嶋艇だけでもこの皇居と同じぐらいでしたけども合格書とかも悪嶋艇がま使ったら。 延岡面積とかは6878平米になってしまってね広い高級、まあ、よりも広くなった形で <laughs> 現代のベルサイル宮殿って言われてますもんねアクシミアテイもそうですね <laughs> まあテレビとかはこういったことに関してもね、まあ、報道してほしいなった形ではありますけども、はい、天皇陛下に対してはこの大城祭の費用とかを 国でやるべきじゃないってい形で言っといてね、うんまあ、そういうまあ政治的発言をしたのに、まあ、自分はこの悪嶋家庭の改修工事とまあ合格書にね、えー、44億円という形で、はいまあ大乗祭の費用とかは24億ほどでしたけども、その倍近い額を自分の、ねまあ、住む場所とかにまあ費用をかけているという形で、土地、ね、の方がよっぽどね、無駄遣いしちゃうかって形で、うん、まあその稽古様に関してはもっとまあ金を使いとか、そういう形で支持を出したりとか、はいろはいろ、はい、とね、まあ、問題が多いかなって形で。うん まあこのアクシメケを支持する人たちもね、まあ、最近はこのアクシメケをね、褒める要素がなくなってきたんで、はい、雅子様とか愛子様まが、ちまちょこりとかを着ているフェイク画像とかを作ったりとかして、<laughs> あまあ、すぐにね、バレる工作とかをしてみたいですけども、<laughs> ファクトチェック記事出てましたね。そうですねあ<ー>まあちなみにこの小林義則さんの漫画がね、えー、まだ面白かったんですけども、うん、まあこの竹内紀美子さんに似せた、まあ、キャラをね、まあ、論破する漫画で。 まあ今回そのテーマが「決闘」っていう形で男系男子がまあその一番ね主張していることは2600年のまあ歴史がねずっとこの男系の決闘を受け継いでいる形でそういう主張ですけどもまあこの問題の根本的なことについてまあ指摘をしてたんですけどもこの男系男子っていうのはこのままね男系を維持させるにはまあこの旧居見なきを養子として功績復帰させるしかないって形でね考えている人が多いんですけどもそもそもこの旧居見なきゃの人間とかも一度ね まあ民間人になっちゃうと一般国民という形ではい、はい、あだからあその文地の差別になるんで男子だけ特別に養子縁組みでまあ功績復帰することもできないしね、うん、一般国民になってしまうと基本的人権が保障されるって形でこれにまあその段階男子っていうのは旧三重県の段階男子は血統が違うからって形でまあ特別扱いをしているって形ではい、はい、これにまあ自分のね、まあ、その人格とか個性が人よりも劣ってるからね、まあ、この血統しかないって形で。 まあそれは自白してるんだろうという形で <laughs> あそしてこの段階のあしだというのはその天皇制はそもそもね真っ赤い党だという形で、えー、訴えているという形で、はい、ただまあそれは違うよということで、まあ、なんでこの天皇制がついているかどうかということは、まあ、それは幼い頃から身につけた教養とかで、うん、まあ常にこの私よりも公をまあ優位にするという形の帝王、まあ、学を受けてこられたという形で<ー>まあこれがその天皇陛下からまあ代々、ね、受け継がれているという形で、はい、まあそれでまあその品格とか人格とかも まあ磨かれるっていうことで、うん、まあこの血統ばかりこの主張するのは天皇陛下をまあ血統でしか評価できないんだろうということで暫、はい、なしでして血統しか評価できない考え方っていうのは天皇陛下をまあ侮辱してるんだよって形で、まあ、あ論破していてまあ逆にこの血統とかでいうと日本では被差別部落とかで苦しんでる人とかもいて被差別部落の人たちの中には天皇制が ブラックを生んだんだって形で思っている人もいるって形で<う>学者とかには天皇制とか天皇陛下が一番の被差別者っていう形で、うん、まあ天皇制はこの日本に残るまあ最後の奴隷制って形で訴えている人もいるって形ではい、はい、この辺はね基本的人権がまあないっていうところでね、えー、そうなんですけども、うん、まあつまりこの団結団者っていうのはまあ日本国民っていうのはこの皇族がいてその次に旧宮家の人たちがいて その時に一般国民がいるという形の感覚を持っているのかなという形ではい、まあ、ちなみにその一般国民よりも階級が上とされている、まあ、旧宮家の男結男子を一人でも知っているのかという形で聞くと、竹内、うんまあ、久美子さんの実際のツ、ね、イートとかを見せて、左翼の妨害とかを避けるために、今のところ、名乗ることを控えられているのでは知らんけどもという形で、そういったツイートとかを貼り付けたりとかしていましたけれども、知らんけども、<laughs> そうですね、まあ、つまりこの少なくとも竹内久美子さんは、あ功績を離脱した旧宮家の男結男子を一、まあ、人でもね、 知らないという形で、それなりのに決闘があるとかね、あ一般国民よりも特別な人間といて形で言っちるって形で、形でうん、自分でこの自分をまあ論破していることにまあ気づいていないってい形で、<laughs> まあそれで決闘を言うんだったら、旧宮家の断下男子は既に、ね、600年を遡らなければまあ天皇につながらないといて形で、決闘、うん、が遠すぎてしまうんで、それだったらこの神武連皇に連なる断下男子とかもたくさんね、 いるだろう,という形ではい、はい、例えばこの山田とか、まあ、木田とかね小島とか村上とか夏目とかね細川とか、まあ、そういった名字っていうのは全部ね源氏の名字でこれはこの第56代の清和天皇から出てるって形ではい、はい、だからまあこの名字を持っている男性っていうのは、まあ、神武天皇につながる男性系男子の可能性があるって形で、うん、あまあよくねこんなその丸けな考え方に政治家とかも。 まあ騙されるなっていう形で終わってましたけれども、こういう形で、ね、その統一教会とか日本会議とか、ね、そういった勢力がまあ関わっているんでしょうけども、あ<ー>ああ愛子さまに関しては、ね、天皇陛下もこの皇太子時代にどのような立場になるにしても、まあ、一人の人間として立派に育ってほしいという形で、まあ、天皇陛下に、ね、なる可能性についてもまあ触れているという形でうんまあちなみにこの週刊女性プライムとかでは、ね、ああ愛子さまがこのドクター皇太子の大ファンで天皇陛下がこのアポなしでサプライズということであ<ー>呼ばれていなかったのにね。 鑑賞会ととかにのことが書かれていましたけどもしかも SP も2人しかつけなくてね、騒ぎになったら困るかということで。そうですねただまあ内容が、ね、全然違ったって形で、うん、ドクター・コートのモデルになった医師の表彰式に出席された2017年のことで、まあ、その受賞を祝う二次会に、ね、お忍びでアポなしで、ね、サプライズをされたって形で、はい、まあこの医師のことはまあ本当に、ね、尊敬されてたんで、まあ、今回の,この映画鑑賞につながったのかなって形で、うん、まあ逆にこのアークションケラの場合っていうのは、 アナログとかね、まあ自分が見たい映画とかでシャレコムとかがまあ条件なのかなって形で、やっぱまあその天皇陛下はね、まあ国民の少女なんでテレビ学とか受けてないマクシマ県ね、口頭が映っちゃうのは混ざったダメかなって形で、ああまあ今後ねマクシマ県に関してはどういった展開になっていくのか、皆さんの予想とかもコメントもらえて嬉しいですね。そうですね。ぜひコメントください。あとチャンネル登録まだの人は登録の方お願いします。よろしくお願いします。